李光介は中華人民共和国の眼界、遼寧省北陳市出身。2019新型コロナウイルスによる肺炎の流行の時、医療関係者として内部告発した最初の数人のうちの一人であり、この肺炎の犠牲者の一人でもある。2020年3月5日、新型肺炎の抑制に模範的な役割を果たしたとして、中国政府に表彰された。 中華人民共和国領年賞禁襲し、北陳県出身。2004年に7年生の武漢大学臨床医学部に入学し、卒業後は、アモイ市で3年間働いた後、2014年から武漢市中心委員に勤務。武漢市公安局武将区分局中南路外、発出所から下した訓戒所。2019年12月30日午後、 勤務先の病院である患者から SARS コロナウイルスが検出された検査結果を見つけたため、同日午後5時43分に大学の同級生らのウィーチャルットグループで河南海戦市場で7人の SARS 感染者が確認されたと発信し、その直後に患者の検査結果と肺の CT 検査の写真も送った。同日午後6時42分にコロナウイルスの感染が確認され、 どのタイプか、まだ調査中と補足した。しかし、インターネット上で虚偽の内容を掲載したとして、2020年1月3日に、武漢市公安局武将区分局の中南路発出所に呼び出された。そこで懲戒所への署名を求められ、訓戒処分を下された。メディアは、当初、李光介が、デマを散布した8人のうちの1人とみなし、報道したが、 その8人は1月1日に呼び出されたため、李氏は報道における8人に含まれていないと見られる。李は後にメディアのインタビューで自分が真実だけを話したのに処分を受けたと答えた。その後、引き続き武漢市中心委員で働き、コロナウイルス流行への対応に当たっていたが、自身もコロナウイルスに感染し1月12日から入院生活を送ることとなった。 入院中の1月31日、ようやく SNS で懲戒症をアップロードし、警察に呼び出された経過を詳しく述べることができた。2020年1月8日、高齢の緑内障患者を診察したが、翌日にこの患者に発熱や肺炎の症状が現れたため、この患者が新型肺炎を患っていると強く疑った。1月10日に、 自身も、咳や発熱などの症状が現れたため、1月12日から集中治療室で隔離治療を受け始めた。入院から1月30日まで何度も、拡散検査を受けていたが、陽性との結果は出なかった。2月1日に感染が確認され、同日に彼の両親や数人の同僚医師の感染も確認された。2月6日夜に、 中国国内の複数のメディアは、李光介が武漢市内の病院で亡くなったと報道した。メディアによると、午後9時30分に心停止が発生し、その後も対外式幕型人工肺による救命措置が続いた。2月7日2時58分に、勤務先の武漢市中心委員は、李光介の死去を発表した。去年 34? ありがとうございます。